さんお疲れ様です。よし、今日は、バレーボール男子日本代表のブロックリーダーミドルブロッカーに関して見ていこう。見ていきましょう。ミドルは主にクイックスとブロックの中心的役割を担うポジションである。相手アタッカーの前に立ち塞がる壁の役割を果たします。こちらに、ミドルブロッカーの日本代表を乗せる。ほいな。メンバーは選考時から、鬼木蓮を加えた計9名となっている。A 代表で主力となる小野寺、山内、高橋は30代近くとベテランに近くなっているので、次世代の才能発掘の意味も込めていると思われます。この中で A 代表に選出されているのは先ほどの3名にエヴァデダンラリーを加えた4名、他の5名は B 代表に選出され、B チームは6月に岩手県しわしのオガールでドイツ代表と親善試合を行うことも発表されている。次世代のブロックリーダーの発掘、育成の意味を大きく兼ねているでしょう。この中で、代表選手の特徴等を見ていくぞ。お願いします。まずは小野寺太志を紹介しよう。A 代表でもスターティング起用が最も多い選手です。小野寺は宮城県名取市出身で、両親ともにバレー選手として活躍する一家に生まれる。ちなみに世代としては石川祐希らと同世代です。しかし両親がバレーボールを強く進めなかったため、中学3年の夏まで野球をし、その引退後にバレーに転向し、全国都道府県対抗中学バレーボール大会の本戦に出場し、オリンピック有望選手に選出されている。バレーボール自体には触れていた経験があるからとも思います。その後東北高校に進学。1年次からレギュラーに選出され、1、2年生の時に20万1213春高出場東北を果たす。また高2ではアジアユース選手権に選出、銅メダルを獲得した。高3年時にも世界ユース選手権でも全日本メンバーに選出されている。世代代表の選手ですね。ちなみに漫画配給の登場人物百沢優太は宮城の201組の大型選手であり、この特徴に合致するのが小野寺のみのため、小野寺がモデルとも言われているようだ。作者は言及していないためあくまで仮説です。東海大学に進学後、2年時の2015年に全日本メンバーに初招集。その後2017年のワールドリーグに出場し、シニア代表デビューを果たした。なるほど。2018-19 シーズン、JT に入部。V リーグでは1シーズン目の V1 ではベスト6を受賞。日本代表としては世界選手権に出場している。このあたりから代表の A 代表に定着してきました。2019-20 シーズン、ワールドカップで日本代表の躍進に貢献。V1 でも、スパイク賞、ブロック賞、ベスト6を受賞する活躍を見せた。2020-21 シーズンも、V1 でベスト6、ブロック賞を連続で受賞している。攻守にわたる活躍を見せている。攻撃、守備の要の役割を果たしています。2023年には JT サンダーズを退部し、サントリーサンバーズに移籍。ここでも V1 ファイナルの優勝に貢献している。アタック決定率でもトップの成績を収めています。小野寺の特徴としては、器用と称されるに無声の MB としては珍しいボールさばきのうまさ、何でもできることが強みとして挙げられている。ほうほう。MB の本分であるブロック、クイックはもちろんのこと、効果率の高いサーブやレシーブ力も高く、リベロが不在で穴になりがちなミドルのサーブ時にも役割がしっかり持てる点が挙げられるだろう。ミドルの中でも特に万能選手といった立ち位置ですね。それ以外にも、OQT スロベニア戦で見せたとっさのワンハンドトス得点につなげるなど、ボールコントロールにも優れている選手と言えるだろう。それ以外にも、セッターの隣の位置になることが多く、高さ的に劣るセッターのブロックフォローなども行っている。そういった意味でも日本ミドルの要でもありますね。続いて、高橋健太郎を紹介しよう。ほいな。高橋健太郎は山形県出身。中学時代は野球に打ち込んでいたが、肘の故障等もあり、米沢中央高等学校からバレーボール部へ入部する。入試時にバレー部顧問の目に留まったこと、校長が全国私学バレーボール連盟会長であったこともあるそうです。高校3年間春高に出場したり、高校3年の2012年に全日本ユース代表に選出、アジアユース選手権に出場し、銅メダル獲得に貢献するなど、早くから頭角を現した。現在のウルフドッグス名古屋ですね。高卒後は筑波大学進学。大学2年次の2014年に全日本登録され、2015年に、当時全日本男子の南部昌司監督が結成した当時一体の全日本若手ユニット NEXT4 の一員に指名された。他のメンバーとしては柳田正広、石川祐希、山内晃弘で、ここで高橋の名前を知った人も多いでしょう。アジア、大学12年時はミドルでの出場が多かったが大学3年時以降はオポジットに転向。日本代表もこの頃はオポジットでしたね。2017年に東レアローズに入部。
この入部時からまたミドルとして活躍している。ほうほう。挫折を味わっており、NEXT4 の他の3人が代表で実績を残す中怪我などもあり、なかなか活躍ができず、当時最大の目標としていた2020東京五輪では落選してしまい、落ち込みから現役引退するとまで発言するも、奥様に諭されて現役続行を決意する。なかなかきつい状況だったと思いますが、家族の支えがあったことが幸いだったのかもしれません。この時どん底にいた高橋は、ここから飛躍を遂げる。ほうほう。2021-22 シーズンに、所属の東レの先輩でブロックのスペシャリストである富松隆明からブロック指南を受けたこともあり、2021年 V1 でブロック賞、ベスト6、フェアプレー賞を受賞するなど、特にブロック面での才能が開花する。このあたりから一気にミドルの中でも中心人物に食い込んできています。東レの HP の高橋の自己紹介文において尊敬する人に富松氏を挙げるほど、影響力が大きかったのではと思われる。尊敬する先輩でもあるんですね。このブロック力は2022年のネーションズリーグでも遺憾なく発揮され、特にドイツ戦では6点のブロックポイントを獲得。3セット目で見せた左手ワンハンドのブロックは相手のセッターとミドルブロッカーをよく見て状況をこう判断したと話題になった。1試合で6ブロックは非常に多いですね。代表初期はストレートな感情表現で熱くなりやすい性格が災いし、相手の挑発に乗ってしまうなど悪い影響があったそうだが、東京五輪後は落ち着きを見せ、2022-23 シーズン、2022-23V1 でブロック賞、2023-24V1 ではブロック賞とベスト6を受賞。特にブロック賞は3年連続で取るなど、ブロックにおいて日本最強クラスの実力を有するほどになっている。すごいですね。2023年の OQT では3戦目以降怪我で控えに回った山内に代わってスタメンで入り、ブロック、速攻両面で活躍。OQT において高橋健太郎の活躍が非常に光り、日本のブロックリーダーとして欠かせない存在であるため、個人的には高橋を立ち直らせたこの奥様が五輪獲得の影の MVP ではとも思っていたりする。そこまで間違ってないかもですが、2024年でもって東レアローズ退団を発表しており、次の所属先は2024年5月時点では不明。次はどこになるのでしょうか。高橋の特徴として、代表選手中最高到達点の360クムの高さ、そして読みと駆け引きに裏付けされたブロック能力の高さだろう。あの豪快なブロックにクイック、そしてそれを成立させるフィジカルの強さもあります。フィリップ・ブラン監督はブロックの強化も目標として掲げており、それには健太郎は何においても欠かせないピースだろう。間違いありません。ちなみに東レアローズ同期の峰村優太は高橋はマシンガントークがすごいと評しているが、ナンバーズでの福澤達也氏との対談において、ミドルブロッカーのポジション、役目や意識していることなどを非常に熱く語っており、それが垣間見えるだけでなく高橋自身の MB にかける思いが見えて非常に見応えがあるので一見の価値ありだと思うぞ。YouTube からも見えますね。ちなみに高橋健太郎はここのオープ主が男子バレー選手の中で一番好きな選手だそうだ。市場を挟むんじゃない。ちなみに彼のエクザイル入りたい発言のことは忘れてやってくれ。繰り返すな。続いて、山内明弘を紹介しよう。お願いします。山内は愛知県出身。中学まではバスケットボールに打ち込み、名古屋市立工芸高校入学後に監督の勧めでバレーボールを始める。キャリアとしては短めですね。愛知学院大3年時に全日本メンバーに登録され、5月23日のワールドリーグ対ドイツ戦に出場し全日本デビューを果たした。高校から始めてわずか6年で代表招集ですね。同年6月、東京五輪の強化指定選手であるチームコアに選出。9月、アジア競技大会に出場し、銀メダルを獲得した。高橋健太郎らと同様、NEXT4 にも選ばれています。2016年にパナソニックパンサーズへ入団。このあたりからシニアの日本代表 A 代表にも定着し、2019年、ワールドカップに出場。東京オリンピックに出場し8位入賞に貢献。V リーグでも、2021にはパナソニックの客船に就任し、2020から3シーズン連続で V1 男子でベスト6を受賞している。代表では小野寺の対角に入ることが多い印象です。山内の特徴としては高化率の高いフローターサーブ、アタック力のある印象で特に攻撃面で優れる印象だな。ほうほう。また、バナでの客船経験や日本代表キャリアが長くなるにつれ、責任感や覚悟もて、プレーに重厚感も徐々に出てきている印象だ。なるほど。続いて、A 代表の若手、エヴァデダンラリーを紹介しよう。ほいほい。エヴァデダンラリー IK は岐阜県出身。長野の松本国際では3年時にベスト8の成績を残す。この時は大塚たち千羅の洛南カルテットが覇権を握っていた世代ですね。その後筑波大学に進学。
大学3年時の冬にはパナソニックパンサーズに入団。これは大学4年の内定選手以外での現役大学生選手の加入はパナソニックとして初となる。このあたりから大学生を V リーグに早くから経験させる動きが多く見られるようになった印象です。大学リーグの全日本インカレが終わるのが12月のため、3月までの V リーグ期間に参加できます。大学4年時の全日本インカレでは当時5連覇中の早稲田大学を準決勝で破り、優勝に貢献。2022年、日本代表登録メンバーに選出され、AVC カップで全試合にスタメン出場した。2023年からパナソニックに入団。2023年の OQT では高橋健太郎の負傷離脱により急遽日本代表に登録され、最終アメリカ戦で先発出場した。若手ミドル期待の選手ですね。エバデダンラリーは、A 代表選手の中でも最も攻撃力があると評されている。ほうほう。クイック時にうまくブロッカーのテンポをずらしたり、打ち分けもうまいなどの特徴があるな。主に攻撃面で活躍が見込まれそうですね。続いて、B 代表の方を見ていこう。ほいさ。B チームは6月に岩手県シワシのオガールでドイツ代表と親善試合を行うことも発表されており、MB は5名選出されている。次世代のブロックリーダーの発掘、育成の意味を大きく兼ねているでしょう。まずは村山豪だ。ほい。村山豪は東京都出身で、父がアフリカ系のハーフである。進学した東京の強豪、駿台学園では、高校3年時にインハイ、国体、春高の高校3冠を達成。その後は早稲田大学に進学し、大学では同期の宮浦健人らと共に全日本インカレ4連覇を経験した最強世代の一人である。経歴がすごすぎる。大学卒業後は宮浦と共にジェイテクトスティングスへ入団。その最初の2021-22シーズン、V1 で最優秀新人賞を受賞した。2022年、日本代表登録メンバーに選出され、ネーションズリーグに出場し、シニアデビューを果たしている。続いては西本圭吾を紹介しよう。ほいさ。西本は広島県尾道市出身で、2014年、尾道高等学校に進学し、高1年生の時にバレーボールを始める。西本も高校からバレーをし始めているんですね。高校2年の時に広島県の超新社合宿に招集され、部活の引退時には、V リーガーを目指すと宣言していたようだ。卒業後、福山平成大学に進学。2年時には全日本インカレで準優勝を果たした。西日本の大学が準優勝するのは非常に珍しいです。大学卒業後の2021年、東レアローズに入団。ミドルブロッカーの代表選手中で189センチとやや低いが、2023V リーグのブロック決定本数が2位とブロックにも優れている。ちなみに1位はダントツで高橋健太郎です。このあたりは東レの富松氏の血が流れているのかもしれません。続いて若干20歳、代表選手中最長身207センチを誇る浅野健人だ。ほいさ。浅野は滋賀県出身。両親、兄姉の影響で自身も小学2年生からバレーボールを始めた。大阪、小陽中学時代に全国優勝を果たし、2020年東山高等学校へ進学。高3時には日本代表に選出され、代表合宿にも参加。インターハイ優勝、春高3位と実績を残している。同じく東山の高橋蘭とは入れ違いの代ですね。2023年、早稲田大学へ進学。同年、VNL の名古屋ラウンドの日本代表登録選手14人に選出されるも、メンバー調整の関係で登録メンバーから外れる。2024年2月には、当時石川祐希の所属していたパワーバレーミラノの練習生となるなど海外経験も積んでいる。彼も若手のホープですね。東山高時代はブロード攻撃を得意としたり、中学、高校時代に守備の堅い商用、東山を経験していることもあり、ミドルブロッカーとしても器用な動きができる選手でもある。このあたりは小野寺にも近いかもしれませんね。続いて渡辺コールを紹介する。ほいさ。渡辺はハワイ出身。母の勧めで12歳の頃からバレーボールを始める。ラテン語での表記はコールボタネーブです。現在 B リーグで活躍する兄貴イサムの影響もあってか、イオラニスクールの高校時代にはバスケとバレーの掛け持ちをしていたそうだ。渡辺も他競技経験者なんですね。その後、ハワイ大学に進学。大学在学中の2019年、U23 日本代表に選出、第3回アジア U23 選手権に出場し、この時は現日本代表の宮浦と共にオポジットとして登録されており、これまでにセッター以外の全ポジションを経験するなどオールラウンダーとしても注目が集まる、身長の高いオールラウンダーです。その後、2023年に日本製鉄堺ブレイザーズに入団し、その年の V リーグディビジョン1年最優秀新人賞を受賞。
2024年、シニアの日本代表に初選出された。最後に鬼木蓮について紹介しよう。今年の4月に追加招集されたメンバーですね。鬼木は福岡県出身で、中学まではサッカーをしていたが、福岡県の雄星高校時代にバレー部の監督に誘われて高1からバレーボールを始める。鬼木も高校からですか。その後日本体育大学を経て、卒業後サントリーサンバーズに入団。同年、ユニバーシアード日本代表に選出、試合にも出場。2023年の V1 男子開幕戦となった東京グレートベアーズ戦にスタメン出場し、これが V リーグデビューとなっている。ほうほう。と、バレーボーラーとしての経歴としてはまだ浅めなものの、身長204センチの期待の大型ミドルであり、まだまだ発展途上な逸材である。B 代表での活躍にも期待がかかります。とまあ、9名のミドルブロッカーを紹介した。お疲れ様です。今回いろいろな選手を見てきたが、比較的高校から本格的に始めたという選手が多い印象だったな。中学まで他の運動部で、高校で身長等からバレーに勧誘されるパターンが多いですね。アタッカーやリベロ、セッターなどは小さい頃からバレーを始めて体にボールの扱いを染み込ませる必要がある印象のため、幼い頃から始めていた方が有利に働くが、ミドルはボールの扱い以上におとりやブロックなど、ボールを触らないオフザボールのシーンが多く、とにかく前衛では動き回るポジションのため、身体能力の高さや横へのアジリティが必要となる。ここには、他競技での経験が多分に生きるのではと推察される。バスケや野球などは走り回ったり上半身の運動など全身運動が求められるため、ここが後に生きてくるのかもしれません。まああくまで仮説だが、身長高い人には最初からバレーだけやらせるよりは、いろいろな競技を経験させるのも手なのかもしれんな。なるほど。今回の VNL、パリ五輪は何もなければ、今回の A 代表の小野寺、高橋、山内、エヴァデダンでほぼ確定だろう。ただし次のロサンゼルス五輪では世代交代が起こっている可能性が高く、今回の B 代表は若手中心のメンバーとなっている。確かに B 代表はみんな若いですね。また、山内や高橋はやや怪我の不安要素もあるため、直前で変えざるを得ないこともあるかもしれない。もしものために B 代表から誰が招集されてもいいように準備は必要不可欠だろう。間違いありません。まあ何はともあれ、ネーションズリーグも始まり、日本男子も負けられない戦いが続く。パリの出場権は得ているとはいえ、目標のパリ五輪メダルには世界ランク上位に位置し良い組み合わせを得ることが必要になる。パフォーマンスを上げていくこと、アピールすることも重要になってきます。以上、ミドルブロッカー紹介でした。お疲れ様です。まずは VNL、そしてその後のパリ五輪、どうなるかに注目していきたいな。楽しみにしていましょう。ぜひとも、チャンネル登録、高評価、通知の ON もよろしくお願いいたします。概要欄に Twitter も載せていますので、どうぞフォローしてやってください。それではここいらで動画を終わろう。ご視聴ありがとうございました。